どうも、トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。森井奈央です。新山すです。本日はいつも応援してくださっている視聴者の皆さんに2つのご報告がありまして、この動画を撮っております。知らない方もいらっしゃると思いますので、改めてご説明しますと、はい、毎月この3人で月に一度の3チャンネルコラボをさせていただいておりまして、トランペットトークや演奏などの動画をお届けしてきました。約半年間一緒にコラボをやっていく中で、より皆さんにトランペットの魅力や楽しい動画をお届けできないかと話し合いたくさんしてきましたね。はい、進めてきました、はい、そしてようやく本日この発表の日を迎えることができました。それでは一つ目発表いたします。より中尾まみ、森井奈央、新山スルの3人はトランペット三重奏ブンテタレントフィールファルト、略してブンテとして活動することになりました。っていうこの格好なんだよね。そうなんです、間違いない。そう、なんかちょっとね、すごいおしゃれしてるから、おしゃれしてる、いつもと違う感じですよね、はい、そしてブンテの活動の第1弾としまして、はい、本日新曲アイネブンテベルトをリリースいたしました。やっとできましたね、リリース。本当ですよ。大変だった、確かに、まあ、その新曲のミュージックビデオ、森井奈央ミュージックチャンネルにて、そしてあのそういったね、これまで曲を作ってきたそのメイキングの予告っていうのを新山スルのトランペット研究所にて公開しておりますので、まだご覧になっていない方はぜひ説明欄より飛んでご覧ください。今回の新曲ね、なおちゃんが書いてくれたんだよね。どうでしたか、あの仕上がりとかは。作るのは一瞬でできました。おー、すごい、はい、才能が一瞬です。天才やね。2人をイメージしながら作ったので、なので2人の、まあ、普段こう吹いてる音とかを聞きながら、うんうん、こんな感じがいいんじゃないかなっていう風に作りました。めっちゃいい曲だったよね。ありがとうございます。はい、そしてミュージックビデオはなんとまみやんが監督そして編集、はい、担当してくれましたけど、どうでした、我々の演技良かったでしょうか。いや面白かった。なんか人を撮るってなかなかないからいつもまあ自分がね、そうですね、映ってるだけなので、あのまあ自分も演者なので、なんかこうカメラ行ったり、あの自分もやったりっていう、なかなかこう大変だったんですけど、でもいいものが仕上がったんじゃないかなと、皆さんのご協力のおかげでございます。ありがとうございます。緊張しました。なかなかね、カメラ改めて向けられるとね、緊張するよね。とっても素敵な作品になっていますので、皆さんぜひご覧ください。後に楽譜や伴奏トラックも出すので、いろんな方に実際に演奏してもらいたいですよね。もらいたい。ぜひみんな演奏してみたら、やってね、やってください。さあ、そして2つ目のご報告に参りたいと思います。じゃあ今度私から発表しましょうかね。はい、はい、では発表いたします。6月より我々ブンテタレントフィールファルトの番組が始まります。番組よ、番組よ、番組、うん、番組、はい、帯番組ですよ。いや本当ですよね、はい、あの結構大掛かりに、ね、やっておりますけども、はい、あの冒頭でも、ね、お話ししましたけども、これまでも、ね、3チャンネルコラボっていうのをやってたんですけども、おのおののチャンネルも、まあ、企画を、まあ、出してもらって、それをゲストとしてやる感じだったじゃないですか。だけどこれからは我々3人で企画会議をやって、でその1つの番組をこの3チャンネルで分けて放送していくというような形になります。その名もブンテTV ということでございます。はい、配信はですね、毎月第1土曜日の19時に前編を新山するトランペット研究所にて、そして19時30分に中編を森井奈央ミュージックチャンネルにて、そして20時に後編を中尾まみまみやんチャンネルにて配信していこうと思います。というわけなんですけども、このブンテ TV、どんなことやってみたいですか。でもいろいろやりたいです。夢がね、はい、深いからね、まあ、ゲストを呼んでとか、うんうんうん、あとあの
今日のね、うん、演奏した曲なんかを吹奏楽アレンジとかで踊ったりとか。めっちゃいい、はい、ちょっと協力してください、ね、してほしいです。そういう時はね、あの皆さんにも呼びかけを、ね、させていただいて、うん、実際にこちらのスタジオに来ていただくと、ね、いう感じでやっていきたいなと思いますし、あのスタジオもね、この素敵なスタジオで、ね、収録させていただきますのでね、まだいつもと違った雰囲気でできるんじゃないかなと思います。そしてマッスル君はどうですか？そうです、僕は筋トレでしょ、ま、うちら筋トレさせられる、そうです ね体力測定とかね、はい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 、まあ、そうですね、体を動かすこと、まあ、トランペットだけじゃなくてね、トランペット以外の姿をやっぱ見て、はいはい、楽しんでもらえるのっていいなと思いますよね、まあ、我々の、ね、はい、人間性とかがね、こうちょっと出してきたらいいなと思いますよね、はい、そうですね、個性的なキャラをね、もうすでにこれでいやというわけでね、楽しみにしてます、私も今からね、はい、私たちにしかできない面白い企画をやってまいりましょう、はい、はい、というわけで次回文手 TV は6月5日土曜日19時30分20時で配信でございます。ぜひ3チャンネルともチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上文手タレントフィールファルトのマミヤンこと中尾マミと森井直人ニーヤマスでした。はい、バイバーイ、バイバーイ。